競馬ブックの林家のりです。今週の私の推奨馬は、中山土曜日10レース、サンシャインステークスですね。まあ、ここはそうですね、去年の秋に菊花賞に出走した、4歳馬が何頭かいまして、まあ、それぞれ人気を集めると思われるんですけれども、まあ、中でもですね、堀厩舎のウムブルフ、それから木村厩舎のシペルミエル、この2頭はまあ、かなり人気を集めると思うんですけれども、私が狙いたいのは8枠当番サトノエトワールです。まあ、前回休み明けで、まあ、菊花賞以来、2月の東京で箱根特別、芝 2400m、まあ、1000万、これハンデ戦だったんですけれども、まあ、55キロのハンデ背負って、まあ、逃げ切ったんですね。まずその馬の形といいますか、非常にこう芯が入って馬体が素晴らしくよく見えたんですね。まあ本当冬場の休み明けにしては毛前もピカピカでしたし、まあ、かなり身が入ってきたなと。まあ菊花賞ではこの馬実はしんがり負けを喫したんですけれども、まあ、かなりこうね、点に主導権を取り合うような場面がありましたんでね、まあ菊花賞の惨敗は参考外でいいと。まあ、去年の秋にはね、シペルミエールと対戦して、まあ、最後差し切られて負けてるんですけれども、まあ、その時も、まあ、この馬が逃げ切るんではないかというね、直線の2枚腰を見せてましたし、まあ、今回相手が骨折明けで、まあ、ハンデが1キロ向こうの方が重いと。まあ、堀厩舎ウムブルフ、まあ、こちらも、ね、あの昨年札幌で1000万を圧勝しまして、まあ、菊花賞で穴人気になった1頭なんですけれども、まあ、この2頭が相手でも、まあ、逃げ切れるんじゃないかと思います。まあ、前回の、箱根特別、まあ、走破時計は2分25秒4なんですけれどもね、後半の 1000m 58秒4、半マイル46秒4でまとめてるんですね。まあ、明日のこのメンバー見て、まあ、おそらくこの馬は短期で逃げられるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、ライバル2頭が休み明けなんで、ひとたたきした強みで、この馬でもう一丁いけると思います。馬券はですね、サトノエトワールの単勝をまず買いまして、馬単マルチ、本戦は7番ウムブルフ、3番シュペルミエール、それから今回、肩ブリンカーつけてきましたグランドサッシュ、あとですね、同じく4歳馬の8枠9番ジョルジュサンク、7枠8番エアカーディナル、最後に1枠1番山勝ポセイドン、まあ、この馬あたりまで馬単マルチで買ってみたいと思います。それから日曜日のメインレースですね、中山牝馬ステークス、まあ、正直全くこう自信はないんですけれども、非常に難解なレースで、まあ、枠順見てですね、もう一悩みしたんですけれども、なかなか結論出ませんでした。まあ、中でもちょっと穴っぽいところで狙ってみたいなと思っているのが、ヒルノ・マテーラという馬ですね。関西馬は6歳牝馬なんですけれども、まあ、前回愛知杯でね、15頭立て13着と、まあ、大敗してるんですけれどもね、この時はもう馬場に、緩い馬場に足を取られて、まあ、全くこう不完全燃焼といいますか、まあ、競馬してませんし、まあ、おそらくスローペースで流れると思うんですけれどもね、あのうまくこう何と言いますか、直線でさばいてこれれば、この馬の差し足が見直せるんではないかと。まあ、ちょっと前のレースになるんですけれども、阪神のねマーメイドステークス、昨年2着と好走してるんですけれども、まあ、あの時もですね、まあ、淡々としたペースで、まあ、一段の競馬になって、まあ、直線、ほぼ最後方からごぼう抜きしてこの馬2着に好走したんですけれどもね、あの時と同質のパフォーマンスができれば、まあ、ちょっと面白いかなというふうに思います。馬券はヒルノ・マテーラから、馬単マルチで流してみたいと思います。以上です。